はい、What's up、哲也です。今日はトランプ VS ハリス、米国の連邦の優勢は本当なのかというテーマでお話したいと思います。今アメリカは大統領選で、まあ、盛り上がっていますよね。現職のバイデン大統領では勝ち目がないからかね、カマラ・ハリス副大統領を民主党の候補者にしてね、劣勢を挽回しようとしてますけどね。まあ、僕は正直ハリス氏ではね、少なくとも現時点ではトランプ前大統領には勝てないんじゃないかなと見てるんですね。 NHK をはじめとする日本のマスコミも、またマスコミに出ている学者や評論家たちもなぜかハリス優勢とね、まあ、もてはやしていますけどね。実態はどうなんでしょうか。まあ、そう思ってね、アメリカの情勢を、まあ、この検索してみたんですけども、実態はですね、必ずしもそうではないようですよ。ハリス優勢には転じていないんじゃないでしょうか。アメリカでは最近、行われたね、いくつかのポール、これは世論調査のことなんですけども、それをね、比較する表が出てたんですけどね、これをちょっと見てください。全部で13のポール、つまり世論調査が行われたわけですよね、調査機関によって。ところがこれ見てください、赤はトランプ優勢なんですよ。で、青がこれは民主党の色ですからね、これがハリス優勢と、まあ、いずれも僅差なんですけども、このようにですね、全部でこれ10いくつあるのかな、13ぐらいありますね。13のうちの、9つがトランプ優勢で、2つがハリス優勢で、あと2つが、つまり全部で13あってですね、9が、その中の9がトランプ優勢で、残りの4つがですね、2つがハリス優勢で、2つがタイということ、まあ同点ということでしょうかね。そういうふうになっているので、まあ、全体で見るとですね、このリアルクリアポリティクスポールアベレージというのがありますけども、ハリスさんが 45.9% で、トランプさんが 47.5% でね、まあ、1.6% ぐらいかな、 1.6 ポイントですね、ぐらいの差でトランプさんの方が優勢だということなんですよ。まあ、この辺ちょっと我々ね、事実誤認しないようにしないといけませんね。また事実上ですね、選挙戦、つまり大統領選を決する最も重要な州、これ英語で何て言うんでしたっけね、そうそう、スイングステートと言いますね、スイングステート、まあ、こっちに入れたりこっちに入れたりするということでしょうね。まあ、振り子のようにですね、民主党側に入れたり、共和党の方に入れたりですね、する州ということなんでしょうけども、それ以外の州は大体決まってるということなんですよね。で、スイングステートで勝つかどうかが、まあ、その大統領選を制するかどうかが決まるということなんですね。そのスイングステート、これ激戦州と言ってますけども、その激戦州どういうのがあるかというとね、フロリダとかミシガンとかペンシルベニアとかオハイオとかウィスコンシンとかね、ノースカロライナとかネバダ、こういったですね、7つぐらいあるんですよね。その各州についてはいずれもですね、トランプ氏の優勢が伝えられているんですよ。すごいでしょ。だからね、これだけ考えると、まあトランプの方が勝つ可能性高いなっていう感じなんですよね。まあいずれにしても僅差なので、これで決まったとかまでは言えないんですけれどもね。ただ僕はこの数字でもですね、ハリス氏という、まあ、米国発の、ね、カラード、有色人種ですね、これちょっと差別用語なのかな、どうなのかな、カラードっていう言い方しますね、有色人種の女性大統領誕生ということでね、まあ、その可能性があるということでね、まあ、ご祝儀相場的な面もあると思っています。ですからね、時間が経つにつれて、まあ、メッキが剥がれてね、ハリス氏の能力のなさが露呈していってですね、まあ、トランプ氏有利にこれから動いていくのではないかなと僕はまあ想像しているわけですよね。特にね、あと数回行われる、まあ、テレビ討論会、いわゆるディベートですけどもね、言葉のボクシングと昔から言われてたんですけど、このディベートのたびにですね、僕はトランプさんが優勢になって、そのたびに差が少しずつ開いていくんじゃないかなというふうに見てるわけですね。そしてね、ここに来てですね、ハリス氏の極左ぶりがね、浮き彫りになってきてるんですね。アメリカの報道によれば、これまでの実績や発言から、ハリス氏はあの極左で知られるね、バーニーサンダース氏よりも左ではないかというふうに言われてるんですよ。
実際ねアメリカの報道機関がそのように報じているのを僕は見ましたけれども、まあ、バーニー・サンダースよりも左だとかなりの極左ということになりますね。そしてその影響かどうかはよく分かりませんけど、ここに来てですねハリス氏の失言や暴言が取り沙汰されるようになりましたよ。一つ紹介しますとね、これ高橋礼さんという方なんですけど、このように書いてます。皆さんこの発言と顔をよく覚えておきましょう。後継候補のカマラ・ハリス、不法移民は犯罪者ではない。いやいや、不法の時点で犯罪者です。この人が大統領になったら日本もさらに移民が進みますというふうに書いてますね。確かにね、不法移民は犯罪者ではないっていう、これおかしいですよね。不法ということは犯罪なんですからね。これちょっとね失言というか暴言でしょ。でまたね、昨日過去のこんなトンチンカンな発言がねクローズアップされていましたよ。これ X にね随分上がってました。どのような発言かというとね、The United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea. どういう意味かというと、米国は北朝鮮との同盟という非常に重要な関係を共有しているということなんですね。これおかしいでしょ。この発言は、まあ、2年前の訪韓時に行った、まあ、韓国の、ね、非武装地帯視察後の演説の中で飛び出した発言らしいんですけどね、まあ、要は単純に北朝鮮と韓国を、まあ、間違えたということなんでしょうけれども、リパブリック・オブ・ノース・コリアとはっきり言い切っていたんですからね。ノース・コリアって言ってるんですよ。まあ、それで最後まで気がつかなかったということなんですけどね、不注意にも程があると思いませんか。僕はこのようにポストしました。北朝鮮は重要な同盟国、これバイデン氏より重度の〇〇症じゃねというふうに書いたんですね。この〇〇は皆さん適当に考えて入れてください、ね、アメリカの X 界隈では最近ね、カマラ・ハリス氏はアル中じゃないかとの噂も流れてるんですよ。ちょっと百聞は一見にしかずでね、20秒ほどの、ね、動画を2つ続けてご覧ください。 Everything is in context. My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. Never let anyone take your joy from you.I call myself a joyful warrior. Right? Never let anyone take your joy from you. You do what you gotta do. And isn't that a wonderful way to live? To know you have purpose. はい、いかがでしたか？あなたはどうお感じになられたでしょうかね？まあ、語ってる内容はね英語なんでね、まあ、ちょっとどちらでもいいんですけど、まあ、その内容もさることながらですよ、その話し方はちょっと異様というかね、ハイになってる感じがしませんか。アルコールの影響なのか、かなりのね、まあなんていうかな、酒癖が悪いとは聞いたことないけども、酒飲みだということは聞いたんですよね。アルコールの影響なのかね、あるいは何らかの薬物によるものなのか、いやいや、もともとこれが素なのかよく分かりませんけどね。まあ、いずれにしてもね、この感じでガンガン攻撃してくるハリス氏はね、ある意味恐ろしくもありますよね。今ね、日本の X を中心とした SNS 界隈ではですね、カマラ・ハリス氏のことを、まあ、バカ笑いしてごまかす米国の蓮舫と揶揄する声が上がっているようなんですよ。まあちょっと分かる気もしますよね。あのメンヘラ感がねちょっと似てるんじゃないかという気がしないでもないんですけれども、いかがでしょうか。ところで不思議なことに、日本のマスコミはどうもね、米民主党推し、ハリス推しのようなんですね。 NHK を筆頭に、まあ、露骨なハリス上げ、トランプ下げの報道が目立つんじゃないでしょうか。まあアメリカのマスコミも左派が多くて、まあ、似たり寄ったりなんですけどね、まあ、それに倣って日本のマスコミも、なんか米国のマスコミと同じような米民主党推し、カマラ・ハリス推しになっているような気がしますけどね。しかしアメリカ人の現実はね、必ずしもそうではないんですよね。我々は日米マスコミの巧みな洗脳工作に引っかからないようにしなければいけませんね。米民主党は基本的に LGBT 法推進、移民促進、
再エネ推しで、表向きはともかく本質的にはどちらかというと親中なんですよね。これはどこかの国の政権とよく似てませんか。そう、日本の岸田政権も米民主党と同じく LGBT 法推し、移民促進、再エネ推しで親中美中ですよね。特に親中美中ぶりは露骨すぎるほどですよ。日本も本当はね、もしトラないし核トラを念頭に置いてね、早急にトランプシフトを整えなきゃならないと思うんですけどね。あのバイデン、エマニュエルべったりでね、米民主党型のリベラル政策をゴリ押ししてきた岸田さんは今どう考えているのかというとですね、側近の中北、いや元い木原誠二氏によればですね、9月の総裁選挙に出る意欲満々だそうですからね。もし消去法とかでね、岸田再選ということにでもなればね、日本は相当危うくなるような気がしてなりませんよ。というわけでね、ここはね、ぜひ高市早苗さんに頑張ってもらって、政策的にはね、これ共和党の政策、言い換えればですね、トランプバンスラインに近い政策を掲げてますからね、ぜひ高市早苗さんに頑張ってもらってね、がっちりとしたトランプシフトを整えていただければなと僕は思ってるんですけどもね。特に自民党員の皆さんにはここはぜひね、頑張っていただきたいですね。ぜひよろしくお願いしたいと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた、 Good luck。 チャンネル登録をよろしくお願いします。